皆様おはようございます。名寄駅に来ています。2020ナ年ン12バーホ月、ームこれをから一緒快に速名発車寄2し号まです。旭川へ向かいます。どうぞよごろしくお願いいたし注意まくす。だちょっと外に出ているだけでカメラのシャッターボタンが押せなくなるくらい手がかじかむ朝の名寄駅を定時で発車です。この名寄と旭川の間ですが、普通列車ですと所要時間は1時間50分から2時間前後、そして快速ですと1時間20分から1時間30分前後とかなり高速化されます。そして2021年3月のダイヤ改正でこの快速名寄号が全てデコモに置き換えられますので、さらに高速化が期待されています。今後のスピードアップも楽しみですね。はい、走り始めまして8分ほどで最初の停車駅、風蓮駅に到着です。風蓮駅から歩いて1キロぐらいのところに道の駅もち米の里名寄というところがあります。こちらの大福餅すっごい美味しいので、ぜひ一度行って食べてみることをお勧めします。確かですね、千歳空港でも扱っていると思うのですが、こちらの現地で出来たての大福餅食べてみてくださいね。冬の厳しい宗谷本線を軽快に走っていくキハ54です。この快速名寄号、私が学生の頃1990年に登場しています。その当時は快速でヘッドマークがついていて、しかも2号、4号など快速に号数がついているので、とても珍しく感じていたのを思い出しました。そしてお話ししている間に2つ目の停車駅、士別駅に到着しました。やはり快速って普段乗っている普通列車と比べて通過する駅が多くなりますので、とても特別な感じがして乗っていてワクワクしますよ。今回の名寄2号は旭川と名寄の間20駅中10駅が通過となります。士別は積雪の量が非常に多く、屋根に積もった雪がほんと覆いかぶさってきていますね。士別駅を出て剣淵側を渡ります。私橋とかトンネル、こういったものがとても好きです。なんか普通のレールと違ってなんか特別感があってすごく好きなんですよ。小さい頃はプラレールにはまっていまして、橋、トンネル、踏切、ポイントに憧れていました。2メートル以上はありそうな雪の壁の中を走るキハ54系、この塩刈峠では急勾配のため快速名寄2号でも時速60キロ以下と減速して運転していました。ここを今度デクモが通っていくわけですが、かなりパワフルで走っていくんでしょうね。キハ54もパワフルですが、2021年3月ダイヤ改正から走るデクモも期待したいと思います。塩刈駅を発車です。キハ40名寄駅普通列車と列車交換です。塩刈駅は雪の量が本当半端ないですね。駅舎が鎌倉の中にできているような感じもします。そして雪をかき分けながらキハ54系力強く発車していきました。快速名寄号が誕生した1990年当時、十勝に住んでいた私は鉄道旅行するお金もなかったので、買ってきた時刻表を見ながら東北へ行く妄想旅行をして楽しんでいたのを思い出しました。東北地区は新名線や名寄本線、美幸線、天北線、興浜北線や興浜南線などなど魅力的な路線がたくさんあったのを覚えています。名寄駅はそんな基幹となる駅だった覚えもあります。ちなみに今ご紹介した路線は私は一度も乗らずに全て廃止となってしまいました。一度乗っておけばよかったと今でも思っています。私が高校生の頃に思っていたこの快速名寄号に乗ること、今この年になって実現しました。本当乗ってよかったなって思っています。
長山駅に到着しましたら、札幌からやってきました稚内行き特急そうやと列車交換になりました。もう雪でヘッドマークが隠れてしまっていますね。いやー、このアングルから見るキハ261系もかっこいいですね。特急そうやが到着と同時に快速名寄2号発車となります。長山を出ますと新旭川駅は通過となり、旭川四条、そして終点旭川となります。1時間半の旅でしたが、あっという間に着いてしまいそうです。いや、本当に列車の旅って楽しいですね。13分ほどで到着ですが、もうちょっと乗ってみたいところですね。長山を出ますと JR 北海道旭川運転所通過です。右には DF200、 そして左側には3月から運用開始するレクマが止まっています。あ、今右側に見えるのが除雪をしている職員さんですね。いや、お寒い中本当感謝です。旭川運転所を出ますと単線非電化区間から複線の電化区間になり、そして左側から石北本線と合流となります。もうここまで来ると都会に入ったなという感じがしますね。いや、見ていて飽きない、とっても楽しいです。新旭川駅を通過となります。結構旭川市内も積雪が多いですね。この名寄と旭川の間というのは揺れがとても少なかったような印象があります。やはり高速化に対応できている線路だということでしょうか。旭川駅に近づいていたらキハ40が並んで止まっていましたよ。いや、これも2021年3月のダイヤ改正でもしかしたら見られなくなる光景かもしれませんね。ゆっくり入線していく快速名寄2号、旭川駅に定時で到着しました。右側に見えてますのが789系特急ライラックですが、これは回送列車となっているようです。一番早い札幌駅の特急列車はオホーツク2号9時47分発となっています。札幌への乗り換えには少し時間に余裕がありそうですね。少し雪化粧されたキハ54快速名寄2号、今回の動画いかがでしたでしょうか。またぜひ次回この動画でお会いしましょう。今日はご視聴いただきましてありがとうございました。気に入っていただけましたら高評価やチャンネル登録も合わせてよろしくお願いいたします。